豊か鉄バス。豊か鉄、バス株式会社、豊鉄バスは、主に、愛知県東三河地区で運行している、バス路線を運営する会社である。豊橋鉄道の完全子会社として、設立、2007年10月1日に、同社のバス事業を承継した。路線バス、高速バスを除くは、愛知県東三河地方のうち、豊橋市、豊川市、田原市、 新城市、設楽町の四市一町において運行している。高速バスは、豊橋、豊川、田原市内から東京、新宿へ向かう新宿豊橋線、新宿豊橋エクスプレスほの国号、豊橋市内、上田車庫前、豊橋駅と京都市内、京都駅八条口、京都深く里を結ぶ橋、京都線、ほの国号を運行しているほか、 2016年7月1日より、新城市内、新城駅南、新城市役所、三河東郷駅と名古屋方面、藤ヶ丘駅、長久手湖線上駅とを結ぶ新城名古屋長久手線、山の港の運行を開始。豊橋鉄道では2011年2月11日から、マナコを導入したが、バスへは導入されていない。鉄道事業関係の歴史は、豊橋鉄道、 厚見線、東田本線を参照のこと。2007年10月1日の分社化と同時に、上記のように営業署名、管理署名を変更。詳細は、当該路線記事を参照。豊か鉄バスと橋営業所を参照豊か鉄。バス新城営業所を参照豊か鉄バス厚見、営業所を参照。ここでは、高速バスや長距離路線のみを扱う。それ以外については、 各営業所記事を参照。豊か鉄バスとして運行されている車両は、大半が三菱不創生で、日産ディーゼル製が数台ある。車体は三菱自動車バス製造製に一本化されるまで、大型車、エアロクイーンエアロバス MS、エアロスター MP は三菱自動車工業、大江工場製であったが、名鉄グループとしては珍しく観光車の一部に、 シンクレ波自動車工業生も存在した。車体カラーは、ノンステップバスワンステップバスの大半は白地に、ノータングリーン2から4色のグラデーションを、彩り、ノン、ワン、ステップグリーンバスと銘打ったもので、一部に赤と白の名鉄グループバス共通色のものがある。さらに、厚み営業所に在籍する車両の一部に、ナノハナ号と名付けて、ナノハナのラッピングを施し運行している。 ツーステップバスは、名鉄グループ共通色に似た赤と白の塗装のものと、都市新バスシステム導入路線用の専用カラー、末期は区別なく運用、イラゴ本線専用カラー、会社創業80周年を記念し、グループ共通色に似た塗色を採用する以前の、ストロークリームと赤をベースにしたリバイバルカラー車両などが在籍していた。ツーステップ車は超低床車の導入の進行により、 廃車が進められ、2018年までに全廃となった。グループ標準色に似た、塗装の車両の移行に導入されたバスは、共通点として、白色 LED の昼間点灯用ライトが、埋め込み設置、全車両に後付けであったり、校車チャイムの音色がそれ、以前の車種とは異なる特を持つ。豊鉄バスの車両番号は3桁の番号が、付されている。2007年導入者からは、 車両番号の希望ナンバープレートが取り付けられるようになった。空港行き特急バスエアポートライナーから転用された貸切車は路線車のまま開番が行われていない。2006年に名古屋遊覧バス廃業から譲り受けされた貸切車は559.560路線車から続番となっている。豊鉄バスの方向幕は2002年度までに導入されたバスは 巻き取り式を使っており、2003年度から導入されたバスは電光表示器を使っている。巻き取り式の場合は2001年度から後方幕が導入され、電光表示器の場合は後方幕が全車設置されている。電光表示板の側面幕は経由地表示欄が4つあり横書き部分に系統番号と路線名を表示する。巻き取り式の側面幕は 駅周辺と2つ程度の経地を表示し、その下に行き先の英語表記がある。全面、後面幕において伝送は、日本伝送時代のロゴが使用される、ロンホイ・パーク、路線廃止、フラーパーク、閉園も同様だった。また、階層や、豊か鉄橋という字は大きく、幕いっぱいに表示される。小田原機器製の自動計数機付け運賃箱が、 2005年に1月に導入された新車に設置され、既存の一般路線車や空港特急バスも順次交換された。バーコード整理券や効果の読み取り機能があり、将来の IC カードシステムの導入が可能である。しかし、豊橋鉄道などのマナコ導入後も IC カードシステムの導入がされておらず、マナコが使用できない旨を示すステッカーが重付されている。 液晶画面を装備しており、運賃箱が作動していないときは日付、時刻、系統番号、運賃表示器に設定されたもので、豊橋駅前発着のを中心に付番される、行き先表示左側の2桁の番号とは異なる、整理券番号を作動しているときは、運賃、投入金、投入した整理券番号等を表示する。液晶画面の枠の形状は静。 鉄ジャストラインやパスも導入事業者、伊豆箱根バスなどに見られる丸みを帯びたものでなく、直方体のようなものが採用されている。運賃箱の交換に伴い、すでに関熱紙式の整理券発行機を設置していた車両は、バーコードを印字するように回収及び操作盤が交換され、インク式の整理券発行機を設置していた車両は、関熱紙式に交換れた。車両により、 整理券の長さや書体が異なる。乗車券や回数券にバーコードが印刷されておらず、運賃箱に投入すると、画面下部に異常整理券と表示されて、ブザーが鳴ってしまい正常に処理できずに乗務員が目視で乗車券面を確認しなければならない問題があるが、社名変更や手つき動線との共通利用解消などに伴い乗車券面が開版されても改善されていない。 従来8トラックのテープ放送を用いていたが、音声合成装置の導入は、他事業者に比べると遅く、高速車は2003年、一般車は2005年になってからである。音声合成装置は静木電気製作所で、名鉄バスや東能鉄道と同一である。音声合成装置用の系統設定機は設置されず、運賃表示機の系統設定に連動する。テープ放送では路線により、 アナウンサー、松原雅子などが異なっていたが、音声合成装置では、東能鉄道や山梨交通などで採用されている、アナウンサーに統一されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。